さて今日はですね、新しいネタはできるだけ喋った方がいいよというテーマでお話ししたいと思います。過去ですね、僕が先輩からいただいたアドバイスの中で、今も実際に効果が出ているアドバイス、なんていうかこう手触り感がある、実際にあるアドバイスっていうのがあって、それは何かっていうとですね、新作ができたらとにかく人に喋れっていうことなんですね。まあ職業によってですね、新作の定義は様々で、まあ講演会のネタの場合もあればですね、新作と呼ばれるものが、結婚式のスピーチの場合もありますよね。で、僕の場合は主に脚本ですね。絵本とか、映画とか、ミュージカルとか、歌舞伎の脚本であると。で、これをですね、原稿用紙の上で、あるいはパソコン上でブラッシュアップするのではなくて、人前で喋れって僕の先輩は言ったんですね。で、これって、まあ芸人からすると結構日常的な作業で、例えば M1 グランプリでやるネタって基本1年前からね、仕込みを始めるんですよ。つまり客前で試してそこで反応を見て改善していくっていうことをするわけですね。面白いのがこれをやってるうちにですね、どの程度の期間お客さんの前で試せばいいのかっていうのも見えてくる。例えば、1月からやっちゃダメなんですよ。理由は自分が飽きるからです。なのでこのネタっていうネタが早めに決まったら、それこそ1月の段階とかで、今年の M1はこれだなっていうネタがもう決まったらですね、もう夏頃までは寝かせて、夏終わりぐらいから客前でこう試していったりしますね。なので若手の漫才劇場っていうのはね、基本ね、秋頃が面白いんですよ。舞台袖で見学する芸人の人口密度が一番高くなるのもその頃なんですね。もう要は M1 の調整に入っている、最終調整に入っている時期なんで。まあこの頃はちょっと面白かったりするんですけども。さて、漫才とかコントの場合はですね、こういった感じで当たり前のようにですね、この作業をやるんですけれども、でも例えば、友達の結婚式のスピーチを頼まれた時とかって、事前に人前で喋ったりします？試したりします？おそらく家で一人で自主練して、ぶつけ本番でやっちゃってますよね。それだと、当日、予想していたお客さんの反応がなかった時に、メンタルが揺れるんですね。逆に言うと、これあんまりいい例ではないですけども、漫才でもね、ここ毎回滑るなっていうのが事前に分かっていれば、慌てることないですよ。滑っても慌てることないですよ。事前に滑ることが分かってるんだったら、そのくだりをカットしろよっていう話なんですけども、どうしても滑るの分かってるんですけど、やりたいっていうのもあるんですよ。で、そういうのは別に慌てることもないと。僕、去年の武道館の講演会、サーカスっていう学校イベント、梶原くんの YouTube チャンネルでアップされてますけれども、去年の武道館の講演会で、VIP 戦略について喋ったんですけども、あれね、事前に客前で5、6回試してるんですよ。映画のね、舞台挨拶でやったのと、どこでやってんだって話なんですけども、映画の舞台挨拶やったのと、あとはサロンメンバーさん6人限定、7人限定のですね、ズーム講演会で、試しました。そこで試して、お客さんの反応を見ながら、ここはちょっと長いなとか、ここもうちょっと膨らましても良さそうだなっていった感じでですね、ブラッシュアップして、そして、どの程度の反応があるのかも事前に分かっていたので、あの時の武道館の講演会はですね、もうね、ウィニングランなんですよ。勝ちが決定していた、確定していた。だからもう終始ニヤニヤドヤ顔になっちゃっていたと思います。で、これをですね、脚本でもやりなさいと先輩は僕に言ったんですね。ただ漫才やコントならまだしも、脚本になった途端にね、みんなやりたがらないんですよ。理由は二つ考えられますね。一つ目はパクられるっていうリスクですね。そしてもう一つはネタバレのリスクですね。まあ、確かに、例えば映画とかならもう脚本ありきで、あれやこれやと仕込んでいくわけですから、パクられた時のダメージって大きいんですね。そして、まあ、ネタバレしたくないっていう気持ちもよくわかる。でもね、でも、なんでパクられるんだろうっていうことを掘り下げて考えてみた時に、ほぼ誰も見ていないところでこそっと出しちゃうからパクられるっていうのがあると思うんですね。世界最大のダイヤモンドの、最も安全な保管場所って押し入れの中とかじゃなくて、渋谷ハチ公の頭の上だと思うんですね。みんなが見ている場所に出しちゃえば、誰もパクれないじゃないですか。だってあいつがパクったって後からみんなから言われるわけだから。この考えでパクられるリスクっていうのは潰せると思うんですね。次に、ネタバレについてなんですけれども、これはもう結果が出ているんだからいい加減前に進んでほしいなと思うんですけども、今時さ、全く内容がわからない映画や舞台を見に行きます？ 2、3時間奪われんのに、その博打に出る勇気がある人って本当に少数だと思うんですね。そして何よりですね、そこまでする人はネタバレページを開かない。これ毎回思うんですよ。見る見ないの決定権はお客さんが持っているのにもかかわらず、作り手側がですね、ネタバレがーとか言ってるの、ほんとよくわかんないんですね。まあ、サプライズ要素が強いものならまだわかりますよ。だけど、例えば、シルクドソレイユのショーを YouTube で見ちゃった人がさ、旅行でラスベガスに行った時に、もう YouTube で見たからっていう理由で、シルクドソレイユを選択肢から
外すと思います。いや、外す人もいるかもしれないけれども、むしろですね、YouTube で見た、あれを生で見たいっていう人の方が多いと思うんですね。これ、マイナス2プラス100みたいな計算なのに、多くの作り手はですね、マイナス2が入ってるからやめようって判断したりしているんですね。いや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 、あなた2人を守って98人を逃してますよっていう話です。なので、僕の結論っていうのは何かっていうと、大勢が見てる前でネタバレしまくるっていうのが一番いいんじゃないかなと思っております。今ね、映画煙突町のプペルの続編、2ですね、の脚本とですね、あともう一つ、ボトルジョージっていう、最新作があるんですけれども、この脚本をですね、もう書き上がったところから、どんどんオンラインサロンで発表していってます。共有していってます。昨日も、サロンメンバーの皆様に共有しました。そこでね、反応を見てまたブラッシュアップするっていう感じです。そしてゆくゆくはストーリーを喋る回もやっていこうかなと思っております。このやり方をね、実際にやってみた感じですね、今のところメリットしかないので、今日は新ネタを喋るのは結構おすすめですよというご報告でございました。